はい、今回お越しいただいたゲストの方を紹介します。フリーアナウンサーの南美希子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。なんかゲストがゲストの紹介をするってなんかね、不思議な感じでございますけど、ちょっと知らずらしいですね。いやいや全然いいですよ。はい、さあ、ということで南さんでございますけども、本当にお綺麗な方でございますので、はい、ちょっとね、この番組多分最多出場でかもしれません。もう一番多く読んでいただいてるんです。そうなんですか。もう準レギュラーでね、ああ準レギュラーもう着々とね、メイン MC の座を狙って静かに聞きで、めっそうもめっそうもございません。だからこの4人でやってたら一体誰が MC で誰がゲストで誰が何なんだっていう感じになるかもしれませんけども、はい、でもちょっとね、梅宮さんもいろいろ聞きたいことがあるというふうに言ってましたので、はいはい、あのそうですね、いろいろと美容 の、はい、あの秘訣を、はい、もう一個ね、はい、僕が言ってそのため僕が来たんだけど、はい、あのイベント告知をしなきゃいけないでしょ。あ、じゃあ、ね、はい、もう宣伝ですけども、さらに宣伝しましょう。はい、宣伝ですね、はい、5月25、6、7、3日間、はい、大阪の国際会議場でアンチエイジングフェア in 大阪というね、アンチエイジングの体験ができる、あるいはそれいいような商品がいただけるようなサンプリングのイベントをやりますので、ぜひ皆さん入場無料ですので国際会にお越しください。はい、でこれ東京でねやってる、フジテレビさんでやってるイベント、今度は関西テレビなんですけども、東京では6万5千人を動員してますので、ね、大人気のイベントです。関西でもどれくらい、ね、クラス南さんが総合司会をする、もう一個市民公開講座もあるんですよ。うわ、いつでしたっけ。27日日曜日の3時15分からなんですけれども、うん、あの一部は大阪府知事の松井さんと、そして我が森下先生、はい、そしてあの山田先生という近畿大学の、ね、皮膚科の先生会長なんですけど、そういう先生方のディスカッションで、第2部はですね、なんと糖質制限でおなじみの山田悟先生のレクチャー、それからジュディ・ヨングさんもゲストに来てくださるんです。よ、若さと美しさの秘訣は、うん、総合司会の私がいろいろ伺っていきたいと思います。お土産もいっぱいつくので、これぜひぜひいらしてください。お土産欲しいですね。もうあの国際会議場の、はい、あのホールでやりますんで、わかりました、ね、入場無料ただし、ね、事前登録がね、そうですね、家庭番号を見て登録していただくと、特にお土産にはさらに特典がつきますので、ぜひぜひ、はいはい、わかりました。ですので、ちょっと本編でね、一体どういうイベントでさらに詳しく聞いて、そして南さんがあのどうやってこの美を保ってらっしゃるのかっていうところもちょっと聞きたいと思います。結構ね、すごい話が出るらしいよ。あ、本当ですか。すごい秘密的な話。そうじゃないと、それぐらい綺麗に保ってられないようになると思うよな。わかりました。ということで皆さん、どんな話が出るかぜひお楽しみにということで、絶対聞いてくださいね。